けどライザップって効果あるんだな。正直疑ってたわ。ん？この体が効果を物語っているだろう。見ろよこのスリムボディ。お前太りまくってたもん。あ、しろよしろよ。ライザップ、確か流行りのスポーツジムだったな。よし、入って話だけでも聞いてみるか。あれ、どうされました？ん？ああ、いわかりました。どうぞこちらへ。ああ、こちらが受付になります。ああ、悪いな。いらっしゃいませ。その、ご新規の方ですね。当店は会入会か。はい、カウンセリング結果、そちらを結果。なるほど、カウンセ、それじゃあひとまずそのカウンセリングを頼めるか。ではカウンセラーを呼び。ああ、わかった。お待たせいたしました。私がカウンセラー。なんだ、あんた。キリュウさんですか。いい感じに。お、お。それではライ。ああ、頼む。まずライザップです。一人一人にトレーナーがつく個別指導なので。あ。担当と、もしかしたら使っ、そして大きなトレーニングはわかるが。ええ、ほら筋肉が欲しい。なるほど、トレーニング効果を再、トレーニングと食事アドバイス、会員になっていただくと全10以上がライザップについて。なるほどな、大体理解。さて、それではカウンセリング、込み入ったことはお聞きいた。ああ、わかった。いやー、お疲れ様でした。キリュウさん専用のみ、ほう、いえいえ。さて、キリュウさん、ご入会。ライザップへの入、悪いが、今回は見送らせてくれ。そうですか、それは残念です。もし気が変わったらまた。ああ、入会する気になったらライザップのトレーナーに話しかけよう。いらっしゃいませ。本日はどういったご用でしょうか。いや、特に用はないんだ。邪魔してすまないな。そうですか、また気が向いたらいらしてください。秋山、どうも。ちょっとスパイみたいでしょ。でもこれ遊んでるわけじゃないですから。その割には楽しんでるように見える。本当の話、今の俺がカムロ町で動くには一苦労でしたね。それに今日はもう一人ゲストがいるんで慎重にと思いまして。ゲスト、人生一家の室田です。
命を救ってもらった恩は忘れてませんよ、キリオさん。お前、なんでここに？最近、この室田君から俺の変装を見破られたことがありましたね。聞けば、俺のことをキリオさんに教えたのも彼だったって話で、意気投合したというか。俺らが気をつけなきゃいけないのは中国マフィアだけじゃありません。東上界の素骸ってのも穏やかじゃないんで。キリュウさんにはこちらの室田君からそのあたりの話を聞いておいてもらった方がいいと思ったんです。どういうことだ？いやー、よく見りゃ本当に4代目だったんですね。あの後カムロ町に4代目が来てたって聞いて驚きましたよ。ただ東上界の上層部は驚いたっていうより動揺してました。それも結構激しく。動揺？今の東上界本家は会長代行の菅井さんと染谷の二人が主導権を握っています。理由はもちろん六代目が逮捕されて不在になったからなんですけど、でもそれが仕組まれたもんじゃねえかって噂があるんです。仕組まれた？順を追って話しますが、まずアジア街の火事です。あの日何箇所かで同時に放火されましたが、未だに犯人は分かっていません。でもあの当時カムロ町でそんな組織的な動きができる勢力となると東上界以外にないんです。東上界の門がアジア街に火を？ええ。そしてその焼け跡に入り込んできたのが中国マフィアの最妖怪。当然東上界と島争いが始まりました。でその構想が収拾つかなくなると、サツはうちの六代目に責任かぶせて逮捕。トップ不在の東上界は相談役だった菅井さんに実権を握られることになった。噂の筋や菅井と西洋界はグルだったってんです。アジア街の火事は菅井が西洋界をカムロ町に引き込むためで、その後の構想は六代目を逮捕させるための茶番。そしてもし本当に菅井たちが大吾さんの追い出し工作をしてたなら、彼らにとって桐生さんは相当煙たいはずです。桐生さんが真相に気づけば大吾さんをはめた返しに来るって。だから俺はどうしてもこのことを四代目にお伝えしたかったんです。菅井と染谷にはくれぐれも気をつけてください。ここに来る前、俺は東上界の人間に襲われた。え？お前の言う噂話もまんざら的を外しちゃいねえようだ。わざわざすまなかったな、室田。恩に着る。ええ。それじゃ俺はこれで。東上界には今の室田君みたいに考えてるやつが他にもいます。ところが菅井と染谷が睨みを利かせてるもんで、誰も表立っては言えない。お前はどう思うんだ？菅井たちと西洋界がグルだって話ですけど、少なくとも今は本気で殺し合ってるようにしか見えませんね。最初は茶番だった構想がいつの間にか本物になったってことかもしれません。カムロ町は今めちゃくちゃです。俺がスカイファイナンスを再開しようにもこんな状態じゃどうにもならない。スカイファイナンスを？俺はこの町を生かす夢を持った人間に金を貸すためにスカイファイナンスを始めました。どん底だった俺を救ってくれたこの町に恩を返すためです。ところが東上界と中国マフィアの抗争に加えて人権派が町中の風俗店を買い占めています。ご存知かどうか、スターダストもその餌食になりました。ああ、聞いている。こんな時にもし希望があるとすれば、堂島の竜が今またこの町にいるってことです。だが俺は。分かってます。
竜さんが構想を収めるために来てるわけじゃないってことは。ただそれでも俺はあなたには期待しちゃうんです。すいません、今のはこっちの都合でしたね。アジア街のことは調べておきました。エドと話をするだけならわざわざ正面から乗り込む必要はなさそうです。迂回ルートがあります。迂回ルート？採用会のメンバーは半端な数じゃありませんから、人目を避けて忍び込みます。ところで桐生さんがエドに聞きたいことってのは？採用会が達川って男を殺した理由だ。達川？尾道の極道だった男で、最近は採用会の情報屋としてアジア街に出入りしていた。そしてそいつがハルトの父親だったらしい。え？じゃあそんな危なっかしい奴がハルカちゃんの？まさか。俺もまだ信じられない。だからそれを確かめるためにもエドと話がしたいんだ。なるほど、わかりました。俺がアジア街を案内します。いいのか？ええ、もちろん。アジア街の前でもう一度落ち合いましょう。本当はもう少し人数がいるといいんですけど。それなら尾道からちょうど仲間が二人来ている。そしゃ、何度もご足労をかけて申し訳ないんですけど、後でまた。悪いな、待たせたか。桐生の兄貴、すんません。頭、しこたま飲んじまって。
これでも達川のこと可愛がってたんすよね。俺だって酔いたかったのに先に酔っ払われちゃいましたよ。ああ、まあお前らの気持ちは分かってるんだが、5万だぞその酒は。一本5万はする酒だ。ちょ、え、それじゃ50万。だからもうやめた方がいいって言ったのに。頭、ちょっと起きろよ。おい、なんじゃ。ユータ踊れ、なんでもっと早う止めんのじゃ、バカだれ。立川なんぞのために50万も。まあつけにしてもらったんすから、後で何とかするしかないでしょう。それより今はアジア街のことですね、え桐生の兄貴。ああ、もう目は覚めたのか南雲。当たり前じゃい。これから殴り込みっちゅう時にいつまでも寝ぼけとるわしやなあですわ。しかし韓国人のホストとやりようだと思うたら、今度は中国マフィアのアジトに殴り込みとは。ええですな、兄貴は。毎度喧嘩の種がようけ転がっとりますわ。けどその連中、達川はあんな殺し方した組織なんすよね。こっそり忍び込むっつっても本当に大丈夫なんすか。バカだれ、我らは何しにカムロ町を組んだる目で出てきたんじゃ。こういう時のために体張りに来たんじゃろうが。あ、いや無理はしなくていい。確かに命がけだ。相手は殺しをへとも思ってねえ連中だからな。ほいじゃけど、わしらにとっても立川の弔い合戦ですけ。お前もええ加減腹くくれや、ユタ。へいへい、キリュウの兄貴、それじゃもう出るんだ。そうだな、そろそろアジア街に行こう。おっしゃ、地獄の果てまでお供しますわ、キリュウの兄貴。しばらく寝てろ。
らせやがって。兄貴、アジア街じゃ。秋山優馬、ここらで待ち合わせじゃ。ああ。こっちです、キリオさん。少し距離を空けてついてきてください。南雲、優太。あいつが秋山だ。ええ。へい。江戸の店はあれです。少し遠回りになりますけど、他の建物自体あそこへ忍び込みます。分かった。それじゃ、こっちです。改めて。秋山です。キルさん、そちらの二人が広島の。ああ、広瀬一家の若頭南雲と若衆の雄太、ハルトの父親だった辰川も前は広瀬一家の組員だったんだ。南雲じゃ。宇佐美雄太です。秋山さんのことは桐生の兄貴から聞きました。前はカムロ町の金貸しっちゅうことでしたの。前はね、今はまたホームレスに逆戻りでして。それより江戸の店に忍び込む作戦ですけど、まずはこの建物から入り込みます。いくつか建物の中を突っ切って、さっきの江戸の店の3階あたりの窓から忍び込んでくってのは俺の考えです。うまくやればほとんど中国人マフィアとやり合わずに江戸のところへ行ける。その江戸中中国人は今ちゃんと店におるんか。大抵はね。もしいなければ江戸が店に戻ってくるまでこっそり建物の中に隠れて待ちます。できたら願い下げな状況っすね、それ。同感だね。他にもやりようはあるんだろうが構わない。今はとにかく江戸と話さえできりゃそれでいい。それじゃ行くか、秋山。ええ。あ、そうだ、これ渡すのを忘れてました。ん？東上会の元四代目が西洋会に忍び込んだとなると騒ぎになりますから、気休めかもしれませんけど、いいでしょう、これ。またこれをかぶることになるとはな。みんな考えることは同じなんすね。まず、俺と桐生さんで先行して屋上へ行きます。それまでは、南雲さんと裕太君はここで待機してください。さすがに4人全員で動くとバレちゃいますからね。屋上に着いたら、ロープを垂らしますんで。それを伝って登ってきてください。わかった。了解です。じゃあ早速行きましょうか。物音を立てずに静かにお願いしますよ。是，已经全部交付了。キリュウさん。好。すまん。那今天的工作结束。待って。啊，对了，
你今晚你有没有空？有是有，您不该又会去那家夜总会吧？好嘛，一个人去不好玩嘛。去是可以的了，但是你不能在付钱的时候睡觉了。知道了，知道了。您绝对是装睡的，对吧？没那么回事儿。いいですよ。先に行って様子を見ます。合図したらこっちに来てください。お前何者だ。有可疑人物混进来了，他应该躲在附近，找出来。キルさん、バレないように隠れて。找到了，在这儿。あもう、仕方ねえな。
早く行きましょう。早く。一時はどうなることかと思いましたよ。それじゃあ下でお待たせしてる二人を呼びましょうかね。よっしゃった。全員揃いましたね。
それではご案内します。罠かもしれないな。どうやら悪い予感が当たったようですね。面白くなってきましたわ。キリュウさんはそっちへ向かってください。さて、招いた覚えのない客だ。何者かな？俺が誰なのか、なんとなく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。キリュウ・カズマ。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたいこと？辰川って男のことだ。あんたら西洋会に出入りしていた情報や、奴を殺したのはお前らなんだろう。我々となぜ助かる聞きたい。俺の人助かる。彼を助かる。キリュウス。ヘイハイ。中国の彼らはしかし移設助かる。中国人西洋会助かるが嫁。しかしその時からつまりは助かるがお前。どうしてこの私が助かるのもとへご案内して差し上げよう。
キリュウカズマ、ぶっ殺してやるよ。忘れちゃ困りますぜ。キレの兄貴、助立ちします。おお、これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。うらぁ、ジャイアンデチュール桐生の兄貴、こいつがエド。ああ、タツカを殺したのもこの男だ。エド、話してもらおうか。タツカワってのはどういう男なんだ。なぜあいつを殺した。タツカがお前らにした裏切りってのは何だ。往生際が悪いぜ。答えろ！
お前らはいつか必ず殺す。その前に俺がぶっ殺してやろうか。ありゃ、舛添か。舛添。桐生の兄貴。オドレラ、ようやってくれたの。たった4人でアジア街を引っかき回してくれよった。どうなってる。陽明連合会の幹部。陽明連合会なら何。俺はな、桐生さん、中身は喫水なんだと。それじゃお前も立川。立川は中、そしてこ、ああ、ただお前らはこの状況で、お前らこそ何の、今すぐ全員で、お前らが立川を殺した理由を。立川があんたに。立川は広島です。遥は俺にとって沢村遥が。そうか、それじゃあ尾道であんたと一緒にいたあの赤ん坊が。舛添、早くこいつらを撃て。何をもついぶっている。落ち着いてくださいよ、江戸さん。ボスが来てます。何。ボスが、なんでわざわざこんなところへ。私は斎王会総帥の老というものだ。あんたが中国マフィアの頭ってわけか。ああ、そちらのことは舛添から聞いている。桐生さんは日本中のヤクザから一目置かれている人物だと。堂島の竜と言ったか。そんな男が尾道の田舎町に何の用があったのか興味深く思っていた。毕竟那伟大的土地，生产者不能被人知道的秘密。嗯？何？把枪放下来。桐生さん、私たちの出会いの形は決していいものではなかった。だがお互いメリットのある関係を築けるはずだ。もう一度頭を冷やしてから改めて席を用意したい。明日の夜、私とあなたの二人だけで、そこであなたの知りたいことのいくつかには答えよう。俺には悪くない話だ。だが、それであんたには何の得がある。まず、私の持つこの店をあんたたちの血で汚さずに済む。そしてもう一つ、我々は今東条会との抗争を抱えているが、その裏に陽明連合会もついていることを承知している。桐生さんはその両組織のトップと対等に口を聞けるという。私がもてなす価値は十分にある。私の招待を受けてくれるか。ああ、分かった。いいだろう。明日の場所は桃源郷って倉庫だった廃墟ビルだ。ただし、ボスが招待しているのはあんた一人だ、桐生さん。